アメジスト号事件とは、1949年、中国のヨース港で、イギリス海軍官邸アメジストが、中国人民解放軍から砲撃を受けた事件。ヨース港事件とも呼ばれる。1949年4月20日、国境内戦終盤で混乱していた中国において、イギリス大使館員避難護衛の任務で、ヨース港を上海から南京に向かっていた。 イギリス海軍スループ艦アメジストが中国人民解放軍から砲撃されて環境を含め多数の弱弾で損壊した。イギリス東洋艦隊は従順洋艦ロンドンとスループ艦ブラックスワンをアメジスト支援のため急遽派遣したが中国人民解放軍に撃退されてしまう。一連の事件でアメジスト艦長バーナード・スキナーは戦死。 イギリス東洋艦隊副司令官が負傷したほか、双方に200人余りの死傷者が出た。破損したアメジストはその後も乗組員ごと様子港に交流され続けた。1945年の総選挙で保守党が敗れたため当時、首相ではなかったウィンストン・チャーチルは労働党政府に対し航空母艦2隻を極東に派遣して武力による報復を要求していたが、 中国国民党が中国での唯一合法的な政府であるという立場だったイギリスとまだ国交がない中国共産党との間で5月21日、この武力衝突事件に関する交渉が始まった。中国共産党側は中国人民解放軍が都下作戦を展開中の中国領土であるヨース港にアメジストなどイギリス軍艦4隻が許可なく侵入し、 中国国民党の軍艦とともに中国人民解放軍に向かって発砲して252人を殺傷したためこれに反撃したと主張しアメジスト解放の条件として全ての責任がイギリス側にあることを認めて謝罪するよう要求したそれに対してイギリス側はイギリス艦には揚子江を航行して和平任務を遂行する合法的権利があるなぜなら これらの軍艦は中国政府である中国国民党の許可を得ているからであると反論して謝罪の要求を拒否したため交渉はこ着した。7月30日夜にアメジストは中国客船のようにマスト10日を装い通りがかった中国客船、高領解放号に随行し合いに紛れて現場からの離脱を試み中国人民解放軍の川岸からの砲撃を かわしながら射程圏外まで逃げをせた。この事件は1956年制作で第10回カンヌ国際映画祭で上映されたイギリス映画様子講師の脱走のモデルとなった。ありがとうございます。